京モーターショー in シアバス、イエーイ。なんと、え、いや本当に来るなんて思ってなかった。本当になんと、あの本当にもうプレスパスまでもらっちゃって。逆です。あ、ごめんなさい今日ババちゃんとジヘさんと、3人、そしてカメラマンの桜井さん、4人で来ました。ぐるぐるっといろんなメーカーさん出てますので、うん、回らせていただいてね。やっぱりありますよね。はい、はい、どうも、はい、緑の中を走り抜けてくる真っ赤なポルシェということですね。綺麗だよね、この赤、はい、プラスチックだし、ポルシェに乗ってすごくかっこよく見えるような気がするんだけどね、はい、でもやっぱり現実的にはプップだよね。そうだね、はい、3人がいいよね。はい、いやでもすごいかっこいい。もうこれはなんか昔から憧れてる人もいそうで。ですよね。そうだよね、やっぱりみんなが憧れるようなものだと思う、うん、かっこいいです。なぜかスポーツカーといったら赤ですよね。そうですね、そうだよね、なぜかね、うん、昔からそうだよね、うんうん、やっぱりスポーツカーって言ったら赤いの欲しいよね、一つはね。そうですね、なんか、はい、僕ね、スポーツカーあんまり興味ないんですけど、今日見てたらちょっとかっこいいなと思って。やっぱりいろいろかっこいいのあるもんね、うん、なんか消しゴムと全然違うなと思ってちょっと違うよね、それはね、yeah. うん、それにやっぱり最近のあのポルシェでもあのいいパワーのが出てきたりだとか、はい、あのそれでまた EV でやってるし、ね、ハイブリッドでやってるしって、すごいあのスポーツカーにしてはな、はい、あのエコになってきたから。確かに、うん、だからすごいあのいいことだと思う。なんかスポーツカーでね、うん、の EV ってなんかね、やらないのかななんていう気もしてたんだけど、うん、でもそれだけまあテクノロジーとかもね、やっぱり進んできてできるようになったんだよね。すごいよね。すごい、うん、と思います。さっき話聞いたんですけど、はい、電気のスポーツカーの方が加速がいいとかって、あ、なんか最初の加速はなんか強烈みたいなことをなんか言ってるんですよ。そうなんですね、うん、まあ電気自動車はあの BMW の人も言ってたけど、結局はやっぱりゴルフカートが、うん、あの乗れれば乗れるよって感じだったから、あ、うん、あとはやっぱり加速とあの、ね、あのアクセルと、うん、あのブレーキがちょっとやっぱりゴルフカートとは違ってもうちょっと強いだけで。なるほど、ね、って言ってたから、だから多分僕にも乗れるんじゃない。確かにこれからも楽しみですね。とっても楽しみです。じゃあ早速乗ってみましょう。はい、行ってみましょう。泣いてねえわあのこういう時のためにあのロックしてくださってます。はい、はい、以上です。はい、じゃあ次行きましょう。はい、皆さんこんばんは。フランス料理担当の坂内です。いつもありがとうございます。今回ご紹介するお料理は前菜、クリスマスの前菜に、食卓に色を添えるようなホタテ貝を使った、タルタルのご紹介をします。では今日は愛知県名古屋市東桜で、うちのお店の2店舗目をオープンして、そこのシェフをやっているジル君、12月7日グランドオープンですから、またぜひそちらもよろしくお願いします。でジル君、今日は、はい、作っていきましょうか。はい、まずタルタルの前にそば粉を使ってガレット作っていきます。そば粉に鶏のだし汁です。それからお塩一つ混ぜて、でエキストラバージンオリーブオイル、フライパンでおやきみたいな、おせんべいみたいにカリカリっと焼いていきます。昨日忙しかったね。忙しかったです。大丈夫、やっていけそう。いや、大丈夫です。いろんな方に来ていただいて、やっぱり、はい、もういろんな方に誰でも入れるようなお店になってるんで、ああやってもうフラッと立ち寄っていただく形でもいいですし、もう本当にちょっと行こうかなっていう感じで来ていただいて、まあ、フランス料理のワインを楽しんで、皆さんで楽しんで帰っていただけたらなと思ってます。またぜひ気軽に。なんで閉めてんの？あ、すいません、まだ今から始まる。まだ始まる。
ではフライパンが温まったらここに このままゆっくり弱火で水分が蒸発するまで焼いていきます。混ぜる。はい、お塩お材料全部入れて。はい、紹介した順番から混ぜていきます。ペッパー、で、わさび、静岡県産の本わさびですね。で最後にエソ、胡椒、白胡椒で混ぜます。ガレット音がしなくなって水分が蒸発した証拠ですね。これで焼けてますので油を切りたいのでキッチンペーパーを引いたバットに取り出します。いいですか。この余分な油は捨てて、またじゃあ2枚目。いいよ。はい、じゃあ先ほど切ったタルタルを盛り付けていきます。でこちらも自家製の2枚目ですね。で最後ガレット、はい、じゃあこちらが、ホタテ貝とそばの実を使ったタルタルの完成です。はい、では試食です。食べてみて。早速いただきます。でマヨネーズソースも簡単にできますので、ぜひこの機会に一緒に作って、いただけたら本格的な料理になるんじゃないかなと思います。これは新しいお店では出すんですか。あるんですか、新しいお店に。出せれるように頑張ります。ある、あります。このまんまじゃないでしょうけど、はい、カジュアルな新しいお店は小皿料理メインの、お酒やワイン、ビールとかが楽しく飲めるような、お料理を、お酒が楽しく飲めるようなお料理を、夜は夕方の16時、4時からオープンして、早めにお酒が飲みたいなって方がいつでも飲めるようなお店に。でお昼はカレーとかハヤシライス、カレーがメインなんですけど、カレー苦手な方でもハヤシライスをご用意してますので、新しいお店ラ・クロワゼと言いますので、ラ・クロワゼで覚えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、セボンです。さっきのプレス、プレスカンファレンスどうでした。日産の、もう僕はアウディで休憩してたんで見てないんですけど見てたでしょ上から見てた、すごい、なんか
結構ね、思ってたよりさらっと終わったなと、うん、一番印象にあったのが、もう電気自動車で行くっていう、うん、そう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 、もうそれ押してたよね、もうそれ1位だよね。他のこと全然言ってなかったね。何も言ってない電気自動車そう、それモータースポーツ、一番すごかったのが、あのモータースポーツだね、はい、ミスも、はい、それも電気になるんですよ。それも言ってて、でもまあ、 EV にシフトするっていうのがことは、まあ、とってもいいことだと思うから、はい、まあ、アウディもね、アウディも電気自動車、はい、これ電気じゃないでしょ、これ電気、え、これ電気、本当に、いいと、え、そうなの、これ電気自動車、違うよね、電気自動車ってありましたっけ、あ、そっちの方、 あ、オッケー、あっちだよ、あれかオッケーだということです。後で見に行きたいと思います。愛知の皆さん、お待たせしましたレクサスのお時間です。はい、そうでございます。はい、いろいろお話を聞いてきました。はい、新しい情報は何か入りましたか、ママちゃん。車をきれいにする羽の、ふさふさは特注だそうです。京都でお作りになられるそうです。それはあの羽ボーイのだけのことでしょ。そう、羽ボーイの特殊性だそうです、はい、それとあの来年出るモデルちょっと見せてもらいましたけど ね、 あれもすごい綺麗だったよね、はい、うん、あれあの本当にいくらになるかは分かりませんけど、でもあの日本ではちょっと早めにあの発売されるそうです、はい、お楽しみに。ジュエさん、まあ、そこで作ってるしね、はい、うん、ジュエさんどうですか。意外だったのが次のモデルがあのマットっていうか艶消し。確かになんかそういう傾向あるよね、はい、最近ね、なんか、うん、今年見る見る高級なものってキラキラしたってイメージがありますけど、はい、うん、なんかどうして艶消しなのかなっていう、はい、なんか BM もそうでしたし、ね、レクサスも艶消しで、うんうん、最近だからやっぱりそういう傾向にトレンドがそうなんじゃないかな。僕も昔原付をね、あの艶消しにしたことありました。それは自分でスプレーペイントしたってやつでしょ、はい、うん、高く売れました。15万で買ったやつが3ヶ月ぐらい乗って2万で売れました、ね、え、そんなもん、うん、ああやっぱそういう感じね。あ、色塗っちゃったからね、価値が下がっちゃった。いや、塗ったってのが分かったからね、うん、そうなんですね。なんで BM レクサス買われる方、ビカビカにしない方がいいですよ。ああ、そうかね、艶、はい、消しのまま行きましょう。はいはいはい。でも本当そういうのが最近のトレンドみたいだよね、うん、になってきてるみたいです。ああいうのやっぱりあの水の、赤とか見えにくいからじゃないかな、うん、ああそうかそうか、うん、ああでも車がそうなってくるといろんなものも変わってきますからね。そうだよね、うん、これ裏はどうですか。これ、ね、すごい光ってるね。これそう、これはピカピカ、うん、あれドアノブがないですか。あ、本当だ、モニターがミラーレス、あ、本当だ、カメラになってる、うん、あ、まあ、それでこれはだからコンセプトだから、まあおそらく 2,3 年後って感じだよね、はい、そうですね、うん、でも綺麗だよねやっぱり。でもなんかすごいこっちを睨みつけてるような感じ。本当ですね、怖い、足すごい挟まりますよ、ね、これってあのスイスじゃないよね。え、何スイス、スイス、ああ、これってこと？なんだろう。コンセプトカーだから、うん、スイスかもね。新しい。まあそういう時代になってきています。トヨタはもうそれをなんとか推してますから。うんうん、はい。なるほど。東京モーターショーインシラバス。はい。いや、シラバスインでシラバスアット東京モーターショー。東京モーターショー。はい、です。です。マクダナル。マクダナル。はい。ということで、どうでしたか。楽しかったよね。楽しかった。本当にあの思ってたよりすごい楽しい。はい。まだ、もう、撮れてないのもありますからね。そう。まだ行けてないところもたくさんあるから、これからちょっと時間あったらいい。はい。はい。僕も可愛いお姉ちゃんと写真撮ったんで。はい。車より。はい。よかったねーって。よかった、本当。本当にもう。では、はい、さようなら。さようなら。See you。